にちは、トルーパーズの山中です。最近自分で上げていった動画を見返してみてびっくり、ちっともお店の告知をしていない。そしてこの動画のあなたたちが見ている動画のカテゴリーはコメディ、直し方がわからない、困ったもんだ。まあいいです、いいでしゅって言っちゃった。コメディだからいいでしょ。そんな私がお送りする週末ですよ、トルーパーズ特売情報。まあ、ゴールデンウィークも終わりまして、続々と、期間中に、たくさんお買い上げいただいた商品、在庫が減ってしまった商品や品切れてしまった商品も続々と再入荷させていますので、ぜひぜひまたのご利用お待ちしております。そしてだ、特価バッグ、特にね、ビッグボストンとかいろいろやったでしょ。あれ人気ですね、結構ね、皆さんやっぱバッグ好きなんですね。ありがとうございます。赤羽のね、マダムやミドルからもとっても人気、ちょっと口荒っぽいけど、まあいいや。はい、そういうことで、ただいま特売中のこちらも大変人気、こちらガーバーのウルトラライト LST、 残り今見たら2個、1800円でお得、お買い得になっておりますので、ぜひぜひ。そしてこちらの、私も今台所で使っておりますが、これ1本あれば大抵の料理は作れるなっていうところにまで来ました。非常に良いです。なんかね、家でねアウトドアしてる感じ、これいいな。ということでフリースケープフィックスドブレードね、こちらこういったシースもついてますんで、ぜひお家でこれからのバーベキューシーズン、その練習をこれを使ってやりましょう。まあ、いや、こちら3980円で今ならまだ数本残っております。そしてゴールデンウィークも明けまして、 BDU、 こちら AU ってやつですね、これ XS サイズ、こちらなんともう、こちらの XS1 点のみになってしまいましたので、長い旅を終え今こちらの価格になっております。もう値下げした、で値下げしたといえば、おいおい、 BDU ジャケットがこんな値段かよ。あ、どうぞどうぞ、こちらから、こちらからどうぞどうぞ。あら、サンマのまんまみたい、お客さんが来ちゃった。あ、あ、すいません、どうぞどうぞ、いらっしゃいませ。ただいま週末ですよ、トルーパーズ特売情報。あ、なるほど。今日たまたま今通りすがったお客様をご紹介します。今日のゲスト様どなたでしょうか。山中渉です、よろしくお願いします。コメント書いてもらえなかった。あ、やっぱり絶対見てるっす。いや見てないのかな、やっぱり。俺でもだってやだもん、俺、ね、悪いが山中渉チャンネルはね、やっぱ見れない。あ、そうなんですか。なんかそう。まあいいや、そういうわけで、酒井さんにも、はい、え、これ1200円なんですか。そうなんですよ、これね、やばいですよ、今。へー、ストロッパーだったかな。もういい加減、なんだっけな、上と下が揃わなくなっちゃった。あ、じゃあこれ上だけなんですね。そう、上下でこの値段は許してくださいということで、シックスカラーデザート、こちらコートとトラウザーともに1200円、じゃじゃん。で、あとはですね、これサイズ表、これ持ってきたんだよな。何が残った。ごめんなさい、すいません、スターさん。あ、かっこいい半ズボン履いてますね。何ですか、その半ズボンは。もらっちゃったんですよ。あららら。で、まずは ATAX FG、 こちら
のシリーズも、ちっとももうサイズが揃わない感じ。 ATAX-FG でこんな感じ。コンバットシャツ、コート、トラウザー、パンツね、それが XS から XL までこんなようなサイズ内訳で、もう、残りわずかなのですが、こちらの値段3,800円。そして ATAX-AU、 こちらのコンバットシャツですね、こういったやつ、こちらこのカラーに関してはサイズは今コンバットシャツ、コート、トラウザーで、 XS は十分選べる、 XL も1人だったら上下でいける、あとはもうコートばっかりになっちゃうので、こちらも同様に、あれ、いくらだっけな、あ、ごめんなさい、これですね、コンバットシャツはこちらの値段7,500円。そしてと、で最後が ATAX-AU、 あ、じゃあ ATAX-LE、 こちらは、まあ、コートですけど、サイズ内訳はこんな感じで、 LXL、 S サイズは、若干上下で揃えられるっていうところですね。なのでサイズが合いそうであればお早めにどうぞと。ちなみにこちらも4500円になりました。あ、違うよ、これ3800円になったんです。これ元は9100円してただろ、してただよ、なんせカテゴリーがコメディなんで。あ、なんかこの前ツイッターで書いてた、関係ないみたいですけどね。ちなみに酒井さんのカテゴリーは何なの。いや、覚えてないですけど、なんかハウトゥーとかね、ですかね。はい、そしてこっからが新作、ついにとっておきを出しました。もうちょっとカメラ映るやん、入るやん、これ言ってもらっていいですか。外だ、ね、今さら恥ずかしい。あ、じゃあ外恥ずかしい。はい、とあんまり見せちゃうとプレミア感なくなる。はい、こちら、おなんでこんなものがここにね、オークリー、これ、あれパチじゃなくて、パチじゃないの、ちゃんとオークリー、いや最近はもう箱まで結構大きいですからね。あ、まあでも、まあ、正規、正規だと思うよ、これ、オークリー、で、こちら、このように十分なサングラス、メガネケース、大きめでいけるんじゃないですかねと、旅行にいかがと。え、オークリーって取り扱ってたんですか。いや、これデモの問屋さんからもらってきた。これはだいたいあと、5個から10個ぐらいありますと。でだ、もう一個、こちら、これすごいな、これロッキーっていうアウトドアメーカーの、なんと靴下、防水靴下、ゴアテックス製、なんと、300円。え、マジですか。そう、え、サイズは、ただしちっちゃいのしかない。ああ、そう、24センチか気にしますよね。だって僕買ったことありますもん、このメーカーじゃないですけど、あの水に濡れても大丈夫。あ、そうそうそう、これ合う人だったらもうこれ即じゃないですか。酒井さんちょうどいいや、ちょっと24センチって合わないですよ、僕28なんで。いや、これだって普通に雨の日とかね、絶対通勤の時とこれ履いてたら無敵です。ナイフがこっちですいません。僕のこの汚い足でいきなり中古になっちゃいますけど。あ、デビュー済み商品。いや、これどう考えても合わなくないですか。絶対合わないかな。どんぐらい合う。じゃあだって、あの、え、ちなみに酒井さんは足は何センチですか。28です。あ、そう、じゃあ28の人が、いや俺履けるんだったらもうきつくてもいいから欲しい。いや、だってもうこれ横に合わせただけでもうこれ合ってないですもん、はい、履いた方がいいですか。はい、じゃあ、はい、汚いですね。後ろ裏側すごいですね、確かに防水っぽいよ。
すごい。いきますよ。はい。きつ。やっぱりね、無理だろうな。うん、ああ、ちょっと無理じゃないですか、ね。やっぱり。まあ、という感じで、24センチと23センチの。これ元は結構するんじゃないですか。うん、元はね、絶対あれですよ。5000円クラスです。ああ、ですよね。うん、僕もそんなのを買いましたもん、うん。アウトドアっぽい感じだ。でだ。そして最後に紹介してしまいましょう。催涙スプレー200円。期限切れ。そう出た。これ処分に困るんですよね。しかもカートリッジ。だからもう。出るか出ないかわからない。結構そうですね。ガス抜けていきますもんね。うん。だから効くか効かないかわからない、うん。ちなみにリキッド OC。あ、どっちだ。そんなタイプなんじゃないかな。ボギーですか。そう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 。あ、まあ、そうなんですか。軽くある程度集中するけど、なんつうかな。わーってなるやつ。液体ですか。液体。あのビューってと水鉄砲、そうそうそう、あちょっと太めの水鉄砲、あそうそうそう、そういうタイプ、風に強いって、これ誰に売りゃいいですかね。でもさ不思議なことにね、はい、これや定期的なんか2年に1回ぐらいやるんだけど、はい、結構まとめ買いの人、うん、ガス詰められるのかもしれないですね。だってもしかしたら。そしたら新品同様じゃないですか。そうかもしれない。もしやれたら、どうなんじゃ、そうか。自己責任。だからフロンガスとか多分詰めてやれば多分ペッパーは抜けてないと思うんですよね。なるほどね。分かんないけど。まあ自己責任。そう、自己責任ですね。店前にこの状態で置いときますので、よかったら。人によっては宝の山ですよね。だってそう再利用できるんだったらね。ね、安いものです。まあ、では最後に当店の売り上げを今最も支えてくれている商品を紹介してしまいましょう。いやいや、口だけです。そんなことない。こちら、あれ同じ顔が2つということで、皆さん注文来てます。うん、来てくる。ありがとうございます。本当ありがとうございます。本当マックサカイチャンネルがあるのはもうこちらの山中さん以下のおかげですからね。ありがとうございます。いや本当こんなことに付き合っていただいたのって本当ね、これないですからね。あ、この間のトルーパーズサバゲでも早速ね、持ってきてくれてる子いました。分かってらっしゃる ね。ありがとうございます。そういうのが大事ですね。形に見えるね、うん、こうそうそう、本当助かります。ありがとうございます。そういうわけで、ぜひこれを持ってこの夏はサバイバルゲームで、あ、最近の動画で何が面白かったって言い合いましょう。微妙。しかも限定なんで、もう次この色はもうないと思うんで、うん、はい、もうこれがいいなと思う。はい、お願いします。もう限定100個で、正直な話、残り 60%。 お、今まで来ておりますので、この週末やばい。ありがとうございます。はい、結構やった話ですね。 もし止まっちゃったらちょっとまた動画お付き合い。もう結構入れ替わっていくみたいなんですよね。だから多分 また1ヶ月とかしたら違う方がご覧になってると。あ、なるほど、はい、そっかそっか、多分素晴らしい。まあいいや、はい、ということで、週末ですよ、トルーパーズ特売情報、カテゴリーはコメディでした。最後まで見ていただいてありがとうございました。ありがとうございます。